初代リーズデール男爵ジョン・フリーマン・ミッドフォードは、イギリスの法律家、政治家、庶民院議長、アイルランド大法官を歴任した。1793年から1802年までは、サー・ジョン・ミッドフォードと呼ばれた。エクスベリーのジョン・ミッドフォードとフィラデルフィア・リブリーの息子として生まれた。兄に、歴史学者のウィリアム・ミッドフォードがいる。チームスクールで教育を受けた後、 1772年より、インナーテンプルで法律を学び、1777年5月9日に、弁護士資格免許を得た。1780年、エイトリーテス・オン・ザ・プリーディングス、インス・ツイン・ザ・コート・オブ・チャンセリー・バ・イングリッシュ、ビルという著作を出版した。1789年には直線弁護士に任命された。1788年、 デボンのベアールストン選挙区で当選1791年にはイングランド国教会の京都だったにもかかわらずカトリック救済の法案に支持を表明した1793年1月に外国人法案を支持する演説をした後2月13日にジョン・スコットの公認として法務次官に就任その6年後の1799年7月17日に ホーム総裁に任命された。同年には、イーストロー選挙区に倶り替えして、庶民委員議員に再選した。1794年、王立協会フェローに選出された。1801年2月11日、リチャード・ブリンズリー・シェリー団の反対にもかかわらず、庶民委員議長に選出され、17日に、数密顧問官に任命された。1802年2月9日には、 アイルランド大法官に任命され、15日にはノーサンバーランドのリーズデールのリーズデール男尺に除された。グレンビル男尺がカトリック教徒の生願を検討する委員会の設立に関する動議を提出した時など、カトリック解放に反対したため、アイルランドでは人気がなく1806年2月に全人材内閣が成立すると罷免され、3月4日には、 アイルランド放送会を去った。以降は1808年3月30日に通称、及び外国プランテーション委員会の委員に就任した、ほか、公職に就かなかった。1809年にスペンサー・パーシバルが首相に就任してリーズデールにアイルランド大法官の再就任を打診した時も拒否したという。一方で、貴族院の議論には参加、 1813年に破産者救済の法案が貴族院を通過するよう図ったが、審査法の廃止など、カトリック解放に関する改革には最後まで反対した。記録上、貴族院で最後に演説したのは1829年5月21日のことだった。1830年1月16日、グロスタシャーヌ・バッツフォード・パークで死去。 1822年に再建したバッツフォード教会で埋葬された。息子のジョンがリーズデール男爵を継承した。1803年6月6日、第2代エグモント伯爵ジョンパーシュバルの娘、フランシスと結婚した。1809年1月28日には、トマス・エドワーズ・フリーマンの遺産を継承するにあたって、フリーマンの名字を名乗った。 妻との間で一難三条を設けた。英国人明治典によると、公正さについては火の打ちどころがなかったが、一方でユーモアのセンスに欠けたという、ありがとうございます。